キャブリオブランドとして最後に発売された R7 キャブリオは利口のデジタルカメラのブランドである。2001年4月発売されたキャブリオ RDCi500 で初めて用いられた。製品の特徴は初期の数機種を除くほとんどの機種でバッテリーと乾電池と ACE アダプタを利用した撮影ができ。 キャブリオ RR10 とキャブリオ RR211 を除くすべての機種で1センチメートル、またはそれ以下の距離で撮影できる超マクロ撮影機能を持つ。また後半出された機種は一般的なデジタルカメラと比べて広角のレンズを採用している。なお2008年2月19日の新製品発表会でリコーはキャブリオブランドの廃止を発表。 2007年9月14日に発売された、キャプリオ R7 がブランド最後の機種となった。R シリーズキャプリオ RX キャプリオ R6、G シリーズキャプリオ GX キャプリオ GX100、VF キット2005年10月11日、撮像素子部に問題がある機種があることが、公表されている。具体的な症状としては、液晶に画像が表示されない、液晶に表示された画像がおかしい。 撮影できないなどである。なお問題が起こる。可能性のある機種は全部で10機種。理工側はこれらの機種に関して問題が起これば保証期間を過ぎていても無償修理を行うとしている。キャプリオブランドを卒業した初の2製品当初2005年10月発売予定だったが受注数が予想以上だったためとして延期された。紛らわしい色であるがメーカーのニュースリリースでは ゴールドと発表されている。厚さ 26mm の小型、薄型ボディに5.7倍ズームを搭載した、デジタルカメラ、キャプリオ R30 を新発売インフォメーション、利口性デジタルカメラご愛用のお客様へ、ありがとうございます。